はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターファーム2プレイしていきます。さあ今回は新モンスターですね。モンスター図鑑、はい、今回はこのプロテクトアロー、アローヘッド種ですね。アローヘッドとディラハンのモンスターです。で読んでいきましょうか。戦場に朽ちた鎧を取り込み、あ、体を覆っているモンスター、魂が入ってるってことかな。実体は霧、え、霧のようである。あ、そうなのということでね、このプロテクトアーマー育てていきましょう。そして名前はかまいたちしました。なんかそれらしき感じなんで、はい。で他に変わったとこはないですね。はい、技もこんな感じで、ほぼてかもう初期状態ですね。そしてこいつはアローヘッド種なんで、今回はちょっとオイリーオイルの効果が大きいんでね、1ヶ月に1回10トリ増やせるのかな、うん、だと思うんで、はい、結構強くできるかなと。でもですね、ちょっと技の方覚えたい技がいっぱいあるんで、本当に10個以上かな。だから多分バナナ育成は今回がっつりやるのかなって感じで、はい、やっていこうかなと思います。よし、やっていきましょう。で今中精度ちょっと5あるんですけど、これはちょっとアルタケーキあげてあげてます。まずはドミノ、あれドミノ嫌、どうだろう、あ、大丈夫ですね。とにかくまず力を上げて技を覚えていきたい。お、ドミノ倒し得意じゃないかあー、だったら最初ドミノやらしまくってもいいかもな。もう最初からね、これ油草は使っていくんで。じゃあまずちょっとこれで力を上げていきます。はい、そして11月一瞬になってですね、これめちゃくちゃ中精度上がってると思うんですけど、ズル2回を怒らずにやって、で大成功を褒めたらもうこれだけいきました。まだ1ヶ月なんですけど、いやなんかね、ズルした時に怒らなかったらめちゃくちゃ中精度上がりましたね。多分甘え度がすごく上がるのかな。ということで、はい、修行出していきます。でこれはマンディですね。まあ出てこないと思いますけど、サンドゴーレムできるだけ4段階目あたりまでにどんどん技を覚えさせていきたい。あれここで覚えないと辛いよ。あ、覚えた覚えた、これで OK ですね。でオアシス、失敗するのか。あ、じゃあそこで、あそこで覚えてよかったな。あ、失敗か。50あっても失敗するのか。まあ技を覚えたんで OK ですね。よし、さあ餌はもちろんビタミンですね。これでビタミンも好きなんで、あの過酷なローテが組めると。2ヶ月に1回10トレが増えるっていうのはどれぐらい効果あるのかな。最終的には相当差が出ると思うんですよね、普通のモンスターと。あー、ちょっと、ん、おばちゃんも来た、激ヤバも来た、激ヤバ来たな。おばちゃん変わらないな、この広告チラシが甘やかしてる、甘やかしてるけどね、まあ大丈夫。これでどうなんだ、この場合はオイリーの方がいいのかな。まあいいか、よくわからんまあこんな感じやっていって、大会出ましょうか。さあオイリー上げて、まあトレーニング自体は今のところドミノしかしてないですね。こんな感じでドミノで、ん、遊ばせんの無理だな。あ、こいつ遊びたがるんだ、いや無理だわストレス溜まっちゃうから、これ気をつけないといけないなわざとだろお前。まあ叱らんけど、
中精度50で甘やかしすぎてるかな中精度50で失敗するっていうのは甘やかしすぎてんだよな多分。さあ食べて食べてドミノふざけんなよお前、いい加減にしろよなめ腐ってんなこのモンスター。どんだけだよ、甘やかすな。そしてこいつ結構大変かも。よし、じゃあちょっと、技の方見て。覚えた技がニードルターンですね、一応大ダメージ技なんですけど、どうだろう。あ、これ強いな、パンチ強い。んー、やっぱりガッツダウンとクリティカがないやつは普通に強いな、命中率とダメージだけで見ると。ニードルターン使いどころあるかなって感じかな。よし、まあ、今回セーブはしないんですけど、お試しで E ランク出ていきましょう。本当に最初の方から真剣にやっていかないと強くならないっていうことが地獄子くんで分かったんでね青坊主もそうですけど、しっかりやっていかないと。さあやりましょうかユノムール、こいつが一番強いと思うんだけどな。うん、強い。でもなんとかなるかな。乗務差高いな、184。んー、じゃあ攻撃当たることに関してあんまり心配しなくていいかな。一つ一つの技見ていくか、ガツ貯めてから持ち気。なるほど、やはり重量感ありますね、デュラハン系というかデュラハンが入ってるんで。ハサミから打っていくか。ハサミ、おお、なるほど。じゃあ次はニードルターンかな。持ち木かわして、かわし方はどうだ。あ、普通に避けてんな。ニードルターン、あー、これは見たことあるな、誰かに使われた、誰だろうパンチ、あ、パンチモンタ、おお、逆上した。おお、いい音するね。そんな音するか。うわ、鈍い。おお、逆上が消えねえ。開けたよしよし、次は目玉親父か末蔵は、あー、悔しいです、の人か、悔しそう。で、あとは犬と恐竜かな、これよし、うん、普通に基本技が強いんで全然大丈夫かなと思いますね。なんか弱いなさっきのユノムールに勝ってるとこある、こいつ。ロンターちゃん、尻尾、つば吐き、舐める緑の舌が嫌なんだよな。おおすぐ怒るな、こいつ。めちゃくちゃ怒るな。切れやすいタイプか。お、あ、尻尾、あれ、尻尾アタックでガッツダウン食らわなかったな。逆上の時は食らわないのか。おお今のは食らったな、これで当たらねえラッシュも、つば吐き、うーん、強いな、つば吐き。どうしよう、ハサミ、パンチ、パンチかな、パンチよし、いいですね。さてさて、お次はハリキックス、リオンか。おすごい接戦を。っていうのムル、よし、ヌッコロですね。まあユノムールに干渉できたんで全然大丈夫でしょう。もうちょっとニードルターン使っていくか。一発もある、噛みつき、かわす、引っかき、かわす、ないこいつも硬いから引っかくっていうの難しいと思うんだけどな。食らうのか、よほど鋭利な爪なんだろうな。噛みつき、
痛いと思うんだよ、噛みつきとか。うわ、よし。こちらの勝ち。二度ターン。なかなかいい技ではあるんだけど、見た目的に。よし、ハサーン。鈍い。音がやばいな。さあ、犬も倒して。次はハリキックス。こいつもそこそこ強いんだよな。ナッツが一番弱いよな、さすがに。悔しいです。勝ったか。よし、ハリキックス。あれ、そんなに強くないな。防御面はまあまあだけど。こいつどうしようかな。ハサミかな、やっぱり。ハサミ強いな。パンチより威力ある感じ。その代わり命中率はパンチの方が高いか。よし。お、こいつも引っ掛けある。引っ掛けと尻尾か。さあ、打ってくださいよ。尻尾、あ、尻尾打ちなんだ。尻尾アタックとかじゃないのか。ハサミ。あ、結構硬いぞ、こいつ。これ、ニードルターンかな。よし。ニードルターン。よしよしよし。よし。結構なるな、意味目。よし。おお。あれ、あ、ちょうどだったか。なんか強いな。めちゃくちゃ能力差があるってわけじゃないんだけど、技がいいんだろうな、やっぱり。中精度も大きいか。結構中精度のせいで負けてることありますからね。悔しいです。まあ弱いですよね、これ。回避がせめて150あったらな、違ってくると思うんだけど。ハサミとかニードルターンだったら一発の可能性あるな。パンチ、おお、意外に食らわなかった。ワンツー、ワンツーも強いかな。よし。お、罠だったか。体格差はかなりありますけど。アロヘッドでかいんだな、相当でかい。おならを打たれる前にハサミだ。よし。あれ、こいつ根性もあるかな。よし、パンチ。さよならかな。あ、根性出ませんでしたね。おお、なんかスムーズだった。楽勝。うん、あ、やっぱ悔しい人結構負けてんな。ユノムールも負け込んでる。誰が勝ち星拾ってんだ。あ、ハリキックスとリオンか。よしよし、かなりいい戦いできましたね。いや、これは今後が期待できるんじゃないでしょうか。ん、なんだこれ、目がないのか。なんだこの顔。 5-0。 2ランクの割になんか優勝カップ豪華な気がするけど、そうでもないのか。まあ能力はどうでもいいんですけど、遊びが多いな、これ。大丈夫かな。遊び断ったストレスどれぐらいなるんだろう。遊びの要求がひどい。やめてくれ。遊びは無理なんだよ、普通に。なんか物をおねだりしてほしいな。はい、ということで今回から始まりましたね、プロテクトアローのかまいたちくん。はい、初戦としては初陣としてはね、かなりいい戦いをしてくれたんじゃないかなと思います。ん、 やはりハサミは命中率 B なのか。まあ、ほとんど差はないと思いますけどね、 5% ぐらいなんで。でもクリティカル率を考えたらハサミの方が強いのかな。うん、で能力こんな感じと。じゃあ今回はこんな感じで、はい、次回以降また強くしていけたらなと思います。はい、それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て役に繋がっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。